はい、どうも、サオです。こんにちは。ということでね、本日は勝ちすぎない、セット装備のね、周回方法ですね。まあ、楽に周回しましょうということで。でね、iPhone で撮ってるんで若干色おかしいです。後から直ります。はい、それでは見ていきましょう。まずはね、放置周回したい場合は、オルリーとユキのみ入れといて、適当にバフというか、回数免疫剥がしてもらって、周回するのがいいですね。まあ、本当はガチガチにね固めれば前をね火力バフでオルリーでワンパンできるんですけど、まあ、なかなかオルリーがね弱点攻撃ついてないんで動いてくれないということで、こんな感じのパーティーでやっておる次第です。ドゥーン。はい、次防具です。防具はね若干の回数免疫がありますので、同じパーティーで、まあ、適当に剥がしてもらって、オルリーで倒すと、まあ、これもねバフ固めておけば、まあ、ワンパンできるんですが、まあ放置周回だとこっちの方が早いかなっていうのはありますね。まあ、オルリーで、飛ばすと、こんなにオルリー育ってないよって人は、まあ、次でもバフ増せばこう余裕ですね。別に即死とかあるんですけど、絶対気にする必要ないです。適当に倒します。はい。ここまでが放置用のパーティーです。まあ、1分かかっても別に大差ねえぜって人は、他のパーティーでもね、他のパーティーでも多分いいんですけど、はい。次は、全部のね、パーティー、全部、3つ種類があるんで、全部に行けるパーティーです。はい。火力バフ増し増しの凍結免疫入り、他無視って感じですね。で、これ、室外のところ、あれでいいです。セラでいいです。セラをね、売ってしまってるので、セラいないです。ボス戦やってないんで。はい。で、こう、室外のところは、セラで。言ってるかもしれないですけど。セラで、カリンのところをジョーカーにすれば、免疫が完全対応になります。で、ボークは、回数免疫を敵が持っているので、剥がしてから、スニッパーでバゴンと入れると。まあ、ただなんですが、まあ、この編成のいいところは、本当に全部に使い回せるってことで、手動じゃないと高速周回はできない点に注意してください。あとね、カリンに変える場合は、スニッパーの武器をもうちょい僕のより強化しないといけないです。これは後で見せます。はい、で、カリンのところをね、ジョーカーにすれば完全免疫対応になるんですが、まあ、ダメージ量上昇がね、10% 差があるんで、カリンの方が火力出ます。なんで、スニッパーが、あんま育ってない人は、感電はちょっと運ゲーで無視して、スニッパーで倒す。で、これ回数免疫を削り、削れたかちょっとどうか確認すると思うんですけど、5回で削れます。こういう風に、6回目の攻撃だと入るのを確認して、まあ、これで5回だなって確信してます。それで、スニッパーで、ぶち込めば終わりですね。スニッパーはそんな育ってなくてもワンパンはできると思います。このパーティーなら。ドゥーンですね。あとはスニッパーのどんな感じに弱いのか見ていきましょう。僕の。
はい、パソコン収録になりましたと。結構駆け足で説明したんですけど、とりあえず5回免疫を剥がすと、最後の凍結のやつは5回免疫を剥がしてスニーパーバコーンっていう話です。ただ、減少免疫をつけていた方がいいですね。あと感電免疫があればもうちょい弱くてもカリンにすることで運ゲーがなくなります。まあ、ちょっと武器から見ていきましょう。弱点、まあ、これ発動しなかったらダメです。余ってた弱点適当につけただけです。まあ、これが発動しないとちょっとワンパンはできないかなって思います。で、覚醒武器とかついてる人はもうポポンっていきますね。ジョーカーでも。で、次、防御。あ、これいい。これ反撃の方が多分いいかもしれない。ただ、ユキに反撃役やらせてるので、いいかなって思ってます。で、凍結。減少沈黙。これ減少目当てですね。凍結免疫はもうついてたので、パーティーには。で、この凍結のところが感電だったら、もうちょい運ゲがなくなるっていう話ですね。で、宝石の方は、星6宝石が200。クリダメ上昇 30% がついているだけで、他適当な星5の宝石無強化ですね。で、弱点とダメージ量上げておけばいいみたいな話です。で、もう一個ちょっと見つけたやつがあって、これ全然関係ないんですけど、次の SP ちょっと間もなく来そうなんで、ルビー貯めておけよっていう告知です。これね、明らかに色が変わってるので来ますよねって思ってここをタップすると、あ、なんとね、これは公式が言ってることなんで、ネタバレではないんですが、ある方から、手紙が届いていますということで、カールって言ってるんで、眼帯の呪い、これはもしかすると、カールヘロンのことなのではないかというね、話なので、今ね、あ、カールヘロンって言ってんな。まあ、なので、まあ、今コラボで結構、ルビー取ってますけど、まあ、ちょっとルビー温存しながら、装備周回しなきゃいけないのかなっていうところはあるので、ちょっとルビーのね運営には気をつけてくださいということでね、まあ、こういうケース初めてなんで、まあ、ルビー貯めやすいかなって思うと結構いい味出してると思います。ということで今回の動画は以上になります。参考になりましたらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。